ソマリアでのテクニカル車体後部に GP-1、助手席前に SG-43 を装備しているテクニカルは民生用ピックアップトラックなどの車体内心2台に重砲を据え付け車上戦闘を可能にした促成戦闘車両のことを指す。一般に走行を施さない。この種の武装車両をテクニカルと呼ぶ語源はソマリアを発祥とする。 民間の警護要員を連れて行くことを拒否された、非政府組織が人員保護のため技術支援助成金を使ってその地域の民兵をガードマンとして雇った。転じて、それが武装した人々を乗せる車両の呼び名となった。テクニカル、またはバトルワゴン、ガンワゴン、ガンシップなどの名称で知られる。BM-21O122 ミリメートルロケット弾9連装発射機を搭載したテクニカルイスラエルの軍事博物館に展示されている車両メキシコ軍が麻薬取り締まりのために設置したランダムチェックポイントで警戒にあたるテクニカル荷台には兵員の転落防止用バーが設置されバーを介してマーク19自動的弾銃を装備している民間の軽車両の荷台に重機関銃や無反動砲などの銃火器を搭載した 火力支援車両。ガントラックなどと同様、急増兵器の類であり、途上国の軍隊や武装集団が運用している。正規の軍用車両に比べて、運用制限が大きく、正規戦では劣る。しかし、貧しい紛争地域では強力な火力支援車両であり、また自動車の性能向上で信頼性やペイロードが向上しており、極めて安価に製造できることから、多用される。 紛争では数星を決める存在になることすらある。一般に、テクニカルの車体に、走行戦闘車両のような走行はなく、攻撃に対して脆弱である。また荷台の銃座に座る銃手は、生身で身をさらして射撃する必要があるため、攻撃に対して防護されているとは言えない。そのため銃座に、鋼鉄製の棒立てが付けられることもあるが、重量増加が機動性を損なう割に限定的な、 防御力しか期待できないため一般的とは言えない。テクニカルにはこのような脆弱さがあるため攻撃目標となる敵の軽府表の持つ火器よりも有効射程で優越する重火器を搭載することで遠距離から一方的に攻撃する運用法が好まれる。ある主事双方に近い火力支援車両として運用されることが多いと言える。とはいえ紛争地帯では 火力支援車両が貴重であるため紫外線や人地攻撃に借り出されることも多く、近接戦闘に巻き込まれて撃破されるテクニカルは珍しくない。民生車両は安価な上に燃費も良く特別な訓練をしなくても普通免許を取得する程度の技能があれば運転できる。バッテリーは対空銃座を動かす程度の出力を十分に確保できる。車両に搭載された武器は 小口径のものであれば十分に反動が抑制され、射撃精度が高まる。このように、被弾を前提としなければ、テクニカルの性能自体は、優れている。先進国でも、治安維持や紹介を任務とする部隊でテクニカルを使用することがあるが、そのような任務には生存性が高い円ラッペのような装甲車が用意されるため、補助的な使用にどまっている。小型のものは、 信頼性の高い日本製ないし日本メーカー製ピックアップトラックが人気があり、大型のものはアメリカ製がよく使われる。紛争地帯では一般に整備体制が貧弱なため、信頼性や部品の入手性が重視される傾向がある。一般に民生品として販売されているものの中古車などを入手して現地改造の上使用されるが、中国の自動車メーカーの中には、 はじめからテクニカル用途向けに販売しているメーカーがあり、一定のシェアを確保しつつある。ピックアップトラックのような小型自動車の荷台に、重火を固定して、機関銃やロケット砲、迫撃砲、無反動砲、対空機関砲などを乗せている。多くは、ブローニング M20 機関銃や、自23から2などを搭載して、不評支援用途に改造される。射撃をしないときは、 荷台に兵員を乗せて移動することがあり、簡素な IFF としても運用される。ハンビーや VBL 走行車、軽走行機動車のような軍用の送輪走行車とは異なり、民間車を流用しているため、現地改造をしない限り防護機能は備わっていない。荷台で火器を操作する民兵、非正規兵の体は露出していることが多く、それは操縦士もほぼ同様であり、 走行系であるエンジンや燃料タンク、タイヤなども、被弾や爆発に耐える、走行化が施されていない。また、非走行車両に武装を装備した車両であっても、それが、ジープやユスマイナス469などのようにもともと軍用として設計された車両の場合は、テクニカルとは呼ばれない。近年では、小銃弾を防護できるようにあり合せの鉄板を、 溶接して搭載した車両が多数目撃されている。当然ながら民生車両の積載量は限られているため、正面のみ、あるいはタイヤのみといった簡素なもので、本格的な防護というよりは、乗員の指揮工場を目的としていると思われる。イラクチアン部隊が使用する PK 機関銃を搭載した、トヨタ製ピックアップのテクニカル2011年、リビアソーランにて、 ハンカダ不勢力が使用するテクニカル S-5 空、タイチロケット弾ポットを2台に装備している民間ピックアップトラックに GP-2 を搭載したテクニカル機関銃を搭載した車両は東ヨーロッパで初めて使用された。第二次世界大戦ではイギリスの部隊ロングレンジデザートグループがエジプトの砂漠とチャドでの戦闘の際に使用した。ありがとうございます。